皆さんこんにちは、スタイリストの山本明子です。今日はですね、なでうさチャンネルではなくララたちチャンネルでお送りしていきます。ということでですね、今日はですね、今どこにいるか分かりますでしょうか。実はですね、こちらララポート立川たちひさんにお邪魔しております。で、このララたちチャンネルっていうのはですね、店舗スタッフさんとか、あとは従業員さんがですね、おすすめの商品だったりとか、あとはスタッフ紹介などを、行っている動画サイトになっております。ということで、今日はこのララたちチャンネルでですね、この秋おすすめのアイテムをですね、セレクトさせていただいて、そちらを皆さんにガンガンご紹介させていただきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではちょっと館内の方にレッツゴー。まず1店舗目はグリーンレーベルリラクシングさんに来てます。私大好きなんですよ、もう本当に。グリーンレーブルリラクシングさんといえばリディースもあるし、メンズもあるし、キッズもね、もう全部揃うというところなので、今日はすごい楽しみにしたんですが、ちょっと私一人だと心もとないので、今日は素敵なスタッフさんとね、一緒に回っていきたいというふうに思っております。それではスタッフさんをお呼びしますね。稲見さんです、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい透けてますね。使ってきました。可愛いですね。ありがとうございます。もう、ね、ちょっともう秋物もたくさん揃ってきていると思うので、はい、ぜひちょっと稲見さんと一緒に、店内をね、はい、ちょっといろいろ紹介していただきたいと思います。それでは行きましょう。あ、もう秋ですね。色合いがだいぶ深くなってきましたね。あ、ニットもすごい、これ可愛い。薄地でさらっとしてて着やすいです、うん。確かにちょっとまだ薄手ですね。はい、丈の長さも割とちょっとなんかヒップが隠れる。そうですね、うん、少し長めなので、パンツとかもそのまま合わせていただいても可愛いと思います。そっかそっか、はい、じゃあそんなになんかパンツとか合わせても重たくならない感じでね、はい、着れますね。こういったサロペット系のあれですか、はい、ボトムスも人気ですか最近。そうですね、ちょうど今だと中に着るもので気温調節ができるので、うん、こういったのが1枚でさらっと使えて人気です。結構こういったチョコレートブラウンとかすごい今年もすごく多いですよね。可愛いですよ ね。このニットとちょうど重ねてるんだ。あ、そうです、そうです、色違いです、うんうん。あれだね、薄手だから意外と上からサロペ重ねれますね。全然いけます。めっちゃ使えるじゃないですか、このニットなんかそう、私このアクセサリーすごい皆さん、実は結構プチプラで可愛いトレンドのアクセサリーが手に入るんですよね。ありがとうございます。結構リーズナブルで、うん、でもしっかりデザイン性があって1個でも映えるようなアクセサリーになってます、うんうんうん。そう、可愛いんですよ。こちらがメンズのフロアですね。はい、あ、なんかちょっとやっぱり色味のトーンが深くてね、秋らしい。そうですね。あ、ロボティー、これめっちゃ着せたいなんか色合いがすごい絶妙、可愛い。一応フルーツのボディになってます。フルーツのやつだ、はい。あ、これバックプリントなんですね。あ、そうです。あ、でも両方あるの、多分違う種類。あ、これロンティーで、はい、こっちが、あ、これロンティーだけどこっちがフロントと、はい、前もバックプリントもある。フルーツかわいいね。かわいいですよね、こういったロンティーとかも結構着やすいからいいですね。ちょうど今時期に、うん、そうですね、着やすいと思います、こちらがキッズ、はい、キッズコーナーです。おませさんおしゃれですよね。おしゃれ、え、すごいかわいい。え、ちょっとこれ何ですか。かわいいですよね。やばい、レザーものも出してるんだ。フェイクですよね、はい、フェイクです。あ、かわいい、ジャンプスカート、かわいい。あ、これスカートもあるんですね、はい。あ、でもちょっと後ろキルトだって、ちゃんとキロットタイプが人気です。めちゃくちゃかわいい。お母さんとお子さんでお揃いのアイテムもこれから入荷予定になっていて、うん、ちょっと今はまだないんですけど、うんうんうん、制作してます。でも同じフロアにあるからあれですね、一緒に相談に乗っていただけるからいいですね。もちろんです、ね、なんかちょっとだけなんかこうリンクしてるようなコーディネートとか。そうですね、ちょっと似たのとかボーダーでお揃いとかしても可愛いです。可愛、うん、い、 い、じゃあそういったところも稲見さんに相談しちゃえばいいのね。任せてください稲見さん呼んじゃっていいんですか。もう呼んでください皆さんちょっと稲見さん呼びましょう
はい、ということでレディース、メンズ、キッズとね、いろいろ回らせていただいたんですけど、その中でちょっと私的イチオシなアイテムをですね、ここから紹介させていただきたいと思います。お願いします。お願いしますじゃあまずレディースからいきます。じゃーん、やっぱこれですね。これがタートルの、まあ、チュニック丈のハイゲージニットになります。もうまずはこれ色がすごい可愛いと思ったんですけど、はい、ピンクはピンクでも少し落ち着いたピンクなので、結構皆さん取り入れやすいんじゃないかなというふうに思うんですよね、はい、この後ろもちょっとスリットが入ってたりするので、素材的には結構薄手なんですけど、今だったらまだ暑い時期なんかは1枚できて、これから少し肌寒くなってきたら下になんかロンティーとかシャツとかも結構仕込んでも割ともたつかないから、ね、なんかその辺も使いやすそうですね。1枚で本当に生地感がサラッとしてるのと、うん、結構サイズ感だったり、うん、ディテールが可愛いので、うん、なんか今から冬まで本当毎日でも着れるようなはい、デザインかなと。ピンクな女になりたい4色あります。4色ありますね私もね、一押しピンクなんですよピンクちょっと抵抗あるかもって方でも意外とこれ肌なじみがいいのですごいおすすめ。あとこれすごいイージーケアですよね。そうですね、うん、こちらはハンドウォッシャブルでご自宅でお洗濯していただけます、ね、今の時期すごいその辺って、ね、重要だと思うんですけど、お家でじゃあ手洗いもできるということですね、はい、なんかこのあたりもすごい、ね、使いやすそうなのでいいんじゃないかと思います。続いてメンズのアイテムはこちらです。じゃん、来ましたバンドカラーシャツいろいろ見たんですけど、はい、やっぱりこのシャツまず持ってたらいいなと思ったんですよ。絶対使えますね。ですよね、はい、南さん、はい、これはもう前閉じて1枚でも着れますし、うん、開けて羽織でも使えますし、うん、もう1枚あったらこう何通りでも使えると思います、うん、これカラーで言ったら迷ったんですけど、このオフシロを選ばせていただいたんですね、はい、でオフシロといってもちょっと割とベージュに近いオフシロで、なんかこのあたりもちょっと秋らしさも残しつつだし、やっぱどんなボトムスでもね拾ってくれるので、1枚本当にあったらもうね、先ほども稲見さんもおっしゃってくれましたけど、羽織としても使えたりしますし、例えばこれから先スウェットだったりとかニット上からガサッと羽織ってもね、下に着ても可愛いですよね。可愛いですね、うん、あとあれこれあれでしょ、またイージーケア。そうです、こっちはもうさらに上回るこちらもマシンウォッシャブルになりますね。マシンウォッシャブル、はい、じゃあもうあれですね、お洗濯もうガンガン。そうですね、もう使ったら洗っていただいて、うん、冬とかは助かるかなと思います、うん、ね、いいですね、はい、ということでメンズはこちらになります。はい、そしてキッズです。私の一押しアイテムはこちらです。じゃーん、フェイクレザーのサロペットスカート、可愛いです。こちらでございますやっぱこれがすごい可愛いと思ったんですよね。1枚でおしゃれですよ ね、うん、ね、なんかこうサロペットスカートとか結構持ってるよっていう方も、うん、この素材がすごい新しいし、うん、なんか今年っぽいし、でも実はこのカラーがベージュなので結構トップス何でも合っちゃうなと思ったので、うんうん、すごいこれ一押しでおすすめしたいというふうに思いました。ありがとうございます、ね、しかもこれこのフェイクレザーこの素材なんですけど、うん、はい、こちらもご自宅で手洗いでお洗濯ができるので、うん、結構ね、お子さんの子食べてこぼしたり、そうだね、遊んで汚したりっていう時でもなんかこう気兼ねなくおしゃれ着としてお使いいただけると思います、うん、結構意外とフェイクレザーの素材ってこうこぼしちゃってもすぐに拭けるから結構いいんですよねなんか染み込まないから結構いいですね、さらっと取れますね。そうだから普段は割とこうなんだろう、ウェットティッシュとかでちょっと拭いてあげたりとかしててもいいし、あとはまあ手洗いで洗っていただけるので、うん、で意外となんか私もフェイクレザーのアイテム可愛いんだけどちょっと子供には難しいかなっていうようなそういった相談もいただくんですが、今これね、お家でも洗っていただけるということなので、うん、ぜひトライしていただきたいなというふうに思います、はい、はい、ということで稲見さんとお送りしてきましたけども、
いやすごい、なんか広くて見やすかった。 ありがとうございます。やっぱすごいいろんな種類も豊富だったので、ね、ぜひ皆さん店頭に来てね、はい、稲見さん目当てにいいですか。違います、それは違います。カタクナですけど大丈夫です。それだけは違います。でもなんかね、こうやって優しく皆さんこういろいろ教えていただけると思うので、ぜひね店頭に来ていただけたらというふうに思います。でこの後ですね、一押しコーディネートをですね、レディース、メンズ、キッズと、お送りしますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで稲見さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。グリーンレーベルリダクシングさんで作る20代30代向けの親子でちょっとリッチなお出かけコーデはこちらです。はい、コーディネートのポイントなんですけれども、全体的にカラーのトーンもですね、ピンクとあとベージュ、このあたりでちょっとまとめたコーディネートになります。まあ、少しねなんかリンクしてるとやっぱこう統一感が親子の中でも出るので、そういったちょっとカラーバランスを考えてみました。はい、であとはですね、まあ、お出かけなんですけど少しラフな、印象もねポイントポイントで入れたいなと思ったので、パパは、ジャケットスタイルなんですけどちょっとキャップかぶったりとか、足元もこうねハイテクの、スニーカーにしてちょっとラフなカジュアルなものを合わせてみました。はい、でも全体的にねベージュと、まあ、ブラウンなんかで、まあ、グラデーションのコーディネートにしたので大人っぽくまとまっているかと思います。そして、ママですね、ママのコーディネートはやっぱりこのピンクの、こちらのニットを主役にしたコーディネートになります。ですごいこの、グリーンレベルさんでおすすめなのがこのデニムがすごく可愛くてですね、デニムパンツって結構皆さんブルーとかはお持ちだと思うんですけど、これが、ベージュカラーの、デニムパンツになってます。でこれがですね、なんと内側にちょっとスリットが入っていてフレアラインになってるんですよね。なのでこういったスニーカーと合わせていただいても、こうスニーカーにこう引っかかってなんかこうパンツのラインがなんかあって思うことがなくて、結構スラッと履いていただけるので、今回はこちらのベージュのデニムパンツを合わせました。ちょっとまたブルーとは違くて落ち着いたね、秋らしい雰囲気になったんじゃないかなと思います。そして最後ですね、こちらのキッズのコーディネートです。はい、やっぱり、ね、素材感がフェイクレザーの、ね、素材のものを入れたので、ちょっとお出かけっぽいというか、ちょっと公園じゃないなみたいな雰囲気が出せたんじゃないかなと思います。でもなんかこのピンクの、バッグとピンクのシューズ、ここがちょっとこうねキーカラーになっていて、なんかこう活動的な雰囲気だったりとかも表現できて、全体的にこうママとピンクがねリンクしてて可愛いんじゃないかなっていうふうに思います。続いてはコカさんに来てます。もうコカさんといえばですね、商品ラインナップ数がとにかく多いっていう印象なのと、でもプチプラっていうところですごく私今日楽しみにしてたので、皆さんにねいろんなことをお伝えしたいなというふうに思うんですけど、ちょっと一人だと寂しいのでスタッフの市川さんをお呼びしたいと思います。市川さん。はい、こんにちは、市川です。お願いします。お願いします。いやね、すごい楽しみでワクワクしてるんですけど、はい、ちなみにどんな方が客層的に多いんですか？客層的には20代、30代、40代、50代と結構幅広い年齢層 でたまに女子高校生とかも買いに来てくださったり、お子様の商品もご用意しているので、結構幅広い年齢層でお買い上げいただけるかなと思います。あ、そうなんだ、はい、なんか結構着やすいアイテムとかも多い印象があるんですけど、はい、カジュアルだったりきれいめだったり、うん、いろんなカテゴリーの商品があるので、うん、いろんな方が着やすいのかなっていう感じに思います、うん、はい、なんかお子様連れの方とか妊婦さんなんかも、はい、妊婦さんとかも着ていただける商品も多数ご用意しております、うん、ちょっと楽しみですね。はい、ちょっとね市川さんと一緒にいろいろ回りたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。ではこの、はい、ざっくりニットカーで、すごい可愛いなと思います、はい、すごい可愛いね。最近入ってきたばっかで、うん、去年がこの水色とアイボリーだけだったんですけど、うん、新色でブラウンとチャコールが入ってきました。はい、4色もあるんですね。そうなんですよ、可愛い、選べないねそうなんです、選びにくいですよね。そうなんですね。そうなんですよ。なんかこれ結構ね、丈もチュニック丈というのかな、うん、まあ、お尻が隠れるぐらいなので本当にラフに羽織れますね、うん、はい、ラフに羽織っていただけます、うん、例えばロンティーとかの上にガサッて着ちゃえば、うん、結構これニットなので暖かいので、うん、中がもう全然薄くても大丈夫です、ね、はい、かわいい。これでいくらですか？これで税込み2690円です。税込みで？はい、わお、わお私的には結構この、うん、ブルーかわいいな、ね、ブルーかわいいですよね。皆さんぜひチェックしてください、うん、お願いします。かわいい、かわいいですよね。こ
ちらがキッズですか。はい、そうです、キッズをご用意しております。かわいいですね。かわいいですよね。なんかあれですか、ママと一緒に着れてとかもあるんですか。はい、一応ママとお揃いのコーデとか、あとリンクができる商品もご用意はしております。そうなんだ、はい、なんかこのロゴの T シャツとかもすごい、うん、可愛いです。皆さん見てください、ちょっと切り替えになってるデザインでね。これがママとお揃いで全くお揃いのやつがあるので、うん、あ、はい、お持ちします。いいですか。はい、少々お持ちください。じゃじゃん。あ、じゃじゃーん。あ、ほんとだ、はい、かわいい。あ、このグレーもいいですね。グレーもかわいいんですよ。グレーもよいしょ。あ、いいですね。じゃあママがグレーで、ね、お子ちゃまが白とかでちょっと色変えてもかわいいんだ、うん、全然かわいいと思う。ちょっとこういった着こなしもいいですね。はい、かわいいと思う、おすすめです。そっか。すごい、サイズもじゃあちゃんとキッズだとあるんですね。あ、はい、100サイズから130サイズまで今ご用意させていただいております。ちょっとやばい。はい、ということでいろいろね回ってきたんですけど、はいはい、ごめんなさい、ちょっとね後ろのこのねスカートが気になって。はい、かわいいですね。かわいいですよね。プリーツスカートですね。はい、そうです、プリーツスカートです。なんかこれもすごい秋冬ガンガン使えそうだなと思って、うん、そうです、使えるのでぜひ。はい、え、これいくら。これは税込み690円です。嘘でしょ。本当です。え、税込みで。税込みで690円です。ランチじゃないですか。ランチです。本当ですか。ランチです。690円。そうなんですよ。あ、すごい、そんな価格からあるんですか。そんな価格からご用意してます。はい、これもチェックですね。お願いします。はい、はい、ということでいろいろコカさん見させていただいたんですけれども、はい、その中で私的一押しアイテムをここからはちょっと紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、まずレディースですね、こちらです。じゃじゃん、デニムサラベット、イエイ。市川さんありがとうございます。拍手いただいて。いや、これすごいいいですね。はい、かわいいですよね。かわいい。なんかこのね、あのサロペットなんですけど、割とこの胸元周りとかこの辺は結構シンプルなので、なんかすごいドカジュアルじゃなくて、なんか着れるそんなあの一本だなというふうに思いました。デニム、うん、で割と今年こういったちょっと深めなデニムが皆さんすごいおすすめなんですよ。でこれは特にあのちょっと深めなね、うん、濃いめなデニムなので秋冬らしさも出るし、すごくいいなと思いましたね。はい、これはサイズは、これはワンサイズになっております。ワンサイズですね、はい、じゃあこのちょっと胸元で少しあの長さ調整もできたりすると思うんですけど、はい、あとはなんかインナーで結構印象変わるので、そのあたりもあの皆さんにお伝えできたらなと思います。まず、レディースのおすすめアイテムはこちらになります。はい、続いてはキッズの一押しアイテムをご紹介したいと思います。こちらです。じゃーん、サロペット。サロペットつながり。やっぱね、サロペかわいい。かわいいですよね。すごいかわいい。かわいいです、ね、でこれちょっとね、キッズはちょっとこのね、はい、オフ白ですかね、これカラーで言ったらアイボリーだ。アイボリーがかわいいなと思ったので、ちょっとこちらを一押しアイテムにさせていただきました。はい、これってもしかしたらママもあるの。ママもあります。あ、そうなんですね。はい、ママも同じお色であります。うん、あ、同じ色で同じ形でも、はい、あります。うんうん、はい、同じ形でお揃いで楽しんでもいいし、はい、なんかこうママのね、さっき の, あのサロペットでサロペットつながりでちょっとデザインが違くて、なんかサロペットコーデを楽しんでもらってもいいですね。うん、はい、全然いいと思います。ベルトがリボンになってるから、こういったところもすごい可愛らしくサロペットをね、なんかお子さんに履かせたいなって方はすごくいいんじゃないかなと思いましたので、ちょっとこちらがコカさんのキッズの、一押しアイテムになります。はい、ということであっという間にね、はい、時間になったんですけども、コカさんすごい可愛いものがいっぱいで幸せでした。 ありがとうございます。こちらも幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまたね、あの、はい、市川さんに会いたいという方はぜひあの店頭の方にあの来ていただければ。いらっしゃいますよね。いらっしゃいます。市川さんいらっしゃいますので、ぜひお越しください。はい、ということで市川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でこの後ですね、一押しアイテムを使ったコーディネートはですね、この後お送りしますので、ぜひご覧ください。コカさんで作る20代30代向け子供と昭和記念公園コーデということで、こちらになります。はい、メインとしてですね、まず一押しアイテムとして取り上げたいのがこちらのサロペットパンツですね。でこちらがレディースのコーディネートになります。
で、あのキッズの方も同じくサロペットのパンツを履いてます。で、全体的になんですけどフレンチカジュアルっていうものをテーマにしてコーディネートを組んでみました。で、あのサロペットパンツって結構いろんな着こなしができるんですけどインナーのね、あの様子で結構変わってくるんですが、今回はですねちょっとこのねリブニットがすごく可愛かったんですよ。結構鮮やかな、赤のこのリブニットを、ちょっとこのサロペットパンツに合わせてみました。ただこれだけだとちょっとこの辺が割とラインが出るので気になるかなっていうあの方もすごい、このサロペットパンツだったら意外とこの隠れるので結構着やすいんじゃないかと思います。あとはこのねボーダーのねカットソーをちょっと肩からかけることでスタイルアップ効果もねちょっと狙ってポイントにしてみました。そして、キッズのコーディネートなんですけれども、ベージュとあとねこのホワイトの、ロンティーを合わせることでちょっと同一、ね、同色コーデにしてみました。なんかまたあの印象がね少し大人っぽいっていうかね、なんか小綺麗な感じでねいいんじゃないかなっていうふうに思います。でキーカラーとしてママのニットとねちょっと合わせて赤いバッグこちらですね、実はこれレディースのママのバッグになるんですけどちょっと借りちゃったみたいな感じでこの赤いバッグをね持たせてみました。さていかがだったでしょうか。後編はですねあの大人気ブランドとあの大注目ブランドですね、そちらをですね取り上げさせていただくのでぜひ楽しみにしていてください。おすすめの、ね、コーディネートなんかもあの皆さんに分かりやすくお伝えさせていただいているのでそちらも参考にしてもらえたらとっても嬉しく思います。それではありがとうございました。後編ぜひ見てください。